本動画ではオンライン申請のパソコンでの操作方法をご説明します。オンライン申請はスマートフォンでも同様の手順で行うことができます。動画内でのボタンを押す、クリックなどの操作をタップに置き換えてご視聴ください。今回支給される協力金は要請期間1、2ごとに それぞれアカウントを作成して申請する必要があります。また、支給額は、店舗の所在地や算出方法によって異なります。はじめに、支給額の算出方法等をご確認ください。申請手順におきまして、事業者ごとに、売上高方式、または売上高減少額方式のどちらかを選択していただく必要があります。 計算方式比較シミュレーションを用いると、事前に算出方法を確認することができますので、ご活用ください。以下のページでは、支給額の考え方や、支給対象に該当するかを確認することができます。また、協力金の簡易申請を利用できるかにつきましては、フローズから判定してください。 通常申請・簡易申請それぞれ該当する申請に必要な書類をご準備いただきすべて揃っているかをご確認ください「オンライン申請はこちら」のボタンを押して申請サイトにアクセスします注意事項をご確認いただきチェックボックスにチェックを入れ 申し込み画面へのボタンを押します。申請内容が事実と相違ない場合は、チェックボックスにチェックを入れ、同意して次へのボタンを押します。はじめに、マイページにアクセスするための仮アカウント登録を行います。要請期間1と2の両方の期間とも申請する場合は、それぞれ異なるアカウントを作成する必要があります。 また、令和3年4月1日から4月11日実施分以前に、営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金のオンライン申請をしたことがある方は、それまでの登録方法と形式が異なりますのでご注意ください。なお、ユーザー ID とパスワードは、ご自身で任意に設定ができます。後ほど必要になりますので、忘れずに控えておいてください。 表示された項目を入力し、確認画面へ進みます。メールアドレスを確認し、確認メールを送るボタンを押します。この時点ではアカウント作成は完了していません。仮登録が完了すると、登録したメールアドレスに、仮登録完了メールが届きます。必ずご確認ください。 メールに記載の URL をクリックして本登録を完了しログイン画面に進みます。仮アカウント登録で設定したユーザー ID、パスワードを入力し申請サイトにログインします。ここでは簡易申請または通常申請のどちらで申請するかを選択します。はじめに簡易申請の場合をご説明します。 過去にオンライン申請をしたことがある方で前回の申請時と申請者名振込先口座および申請する店舗に変更がない方はこちらのボタンを押してください。令和3年1月8日から2月7日実施分から令和3年4月1日から4月11日実施分までの協力金の支給決定通知に記載の申し込み番号を入力します。 複数の支給決定通知をお持ちの方は、直近の番号を入力してください。なお、ここで入力するメールアドレスは、過去の申請時に登録したメールアドレスになります。仮アカウントを登録したメールアドレスと同一でなくても問題ありません。認証すると、アカウントを同期していますと表示され、申請者情報登録画面に進みます。 過去に郵送申請をしたことがある方で、初めてオンライン申請をする方のうち、前回の申請時と申請者名、振込先口座、および申請する店舗に変更がない方は、こちらのボタンを押してください。令和3年1月8日から2月7日実施分から、令和3年4月1日から4月11日実施分までの、 協力金の支給決定通知に記載の申し込み番号を入力します。複数の支給決定通知をお持ちの方は、直近の番号を入力してください。表示された項目を入力して認証すると、アカウントを同期していますと表示され、申請者情報を登録画面に進みます。続いて、通常申請の場合をご説明します。 通常申請のボタンを押してください。申請者情報登録画面が表示されます。要請期間は、令和3年5月12日から5月31日実施分、または令和3年6月1日から6月20日実施分のどちらかを選択します。ここでは、法人、 令和3年5月12日から5月31日実施分、売上高方式を例にご説明します。個人事業主、令和3年6月1日から6月20日実施分、売上高減少額方式の場合でも、基本となる申請手順は変わりません。また、ここで選択した計算方式は、途中で変更ができません。すべての支給額が、 この計算方式で算出されますのでご注意ください。確認画面に進み、この情報でアカウントを作成ボタンを押します。基本情報を入力します。必須と記載されている箇所は必ず入力してください。法人の場合は法人番号を入力します。法人番号入力ボタンを押すと、 法人名が自動で入力されます。個人事業主の場合は、屋号ではなく、個人事業主の方の氏名を入力してください。表示された項目に沿って、情報を入力し、次へ進みます。口座情報を入力します。金融機関情報は、金融機関を検索ボタンを押して、任意の条件で検索してください。 口座番号、口座名義人を通帳の見開きページやキャッシュカードの記載通りに入力します。添付書類はファイルを選択ボタンを押すことでアップロードすることができます。次へ進みます。事前に準備した添付書類をアップロードします。 表示された項目のアップロードが終わりましたら、次へ進み、マイページを表示します。ここから、協力金を申請する店舗情報を店舗ごとに登録します。店舗を追加ボタンを押してください。簡易申請の場合は、過去に登録した店舗情報が表示されていますので、店舗を選んで、確認、変更ボタンを押してください。 新規開店または理イ等の特例を申請する店舗の場合には通常の申請とは計算方法が異なりますので詳しくは申請受付要項をご確認くださいここではなしを選択して次へ進みます店舗基本情報を表示された項目に沿って入力してください営業許可書番号は 飲食店または喫茶店の営業許可書に記載されている番号を入力してください。番号が間違っている場合、申請が認められない可能性がありますので、十分にご注意ください。事業内容を選択し、表示された設問に回答してください。 感染防止徹底点検済み証写しのはいまたはいいえを選択し必要な書類をアップロードしてください。なお、感染防止徹底点検済み証写しがある場合は添付する書類を一部省略できますのでご確認ください。会員申請の方で 営業許可書の更新があった場合には必ず既存の書類を削除して新しい営業許可書をアップロードしてください営業実態が確認できる書類は過去に添付した書類が表示されています必ず既存の書類を削除して今回実施分の書類を新たにアップロードしてくださいすべての書類のアップロードが終わりましたら 次へ進みます。続いて、支給予定金額を算出します。入力する情報は、選択した計算方式によって異なります。売上高方式を選択した場合は、参照月基準年を選択して、表示された月の売上高を入力すると、支給予定金額が自動計算されます。算出された支給予定金額は、 支給を約束するものではありません。審査によって支給額が変更になる場合があります。売上高減少額方式を選択した場合は、参照月基準年を選択して、選択した年と2021年の表示された月の売上高を入力します。1日の売上高が10万円を超える場合は、 売上高の証拠書類をアップロードしてください。計2ヶ月分の書類が必要になりますので、ご注意ください。自動計算された支給予定金額をご確認いただき、次へ進みます。これで、1店舗目の店舗情報の登録が完了しました。マイページに戻ります。 登録した店舗情報の確認・変更はこちらのボタンから行うことができます。申請店舗を追加する場合は、店舗を追加ボタンを押して1店舗目と同様の手順を繰り返します。店舗情報が追加されました。申請後の店舗追加はできませんのでご注意ください。 また、同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分にご確認ください。申請情報、申請店舗の登録終了後、申請するボタンを押すと申請は完了します。申請が正常に受け付けられた場合には、申請完了画面が表示されます。表示されている申請番号は、 お問い合わせ等に必要になりますので、忘れずにお控えください。また、登録した申請メールアドレスに、申請完了メールが届きます。届かない場合は、申請が完了していない可能性がありますので、コールセンターにお問い合わせください。要請期間1と2の両方の期間で申請する場合は、仮アカウント登録で、 新しいアカウントを作成して、これまでと同様の手順で新たに申請手続きを行ってください。審査の進捗は、要請期間1、2ごとに作成した、それぞれのアカウントでマイページにログインして、申請ステータスでご確認ください。審査完了後に支給の手続きに入りますので、今しばらくお待ちください。 以上で申請手続きは終了です。